東京公園寺阿波踊りは東京都杉並区公園寺において毎年8月下旬に開催される阿波踊りである。徳島市阿波踊りに次ぐ大会規模で東京周辺では最大規模の阿波踊りである。JR 公園寺駅前から東京メトロ新公園寺駅にかけての商店街及び高南通りを舞台に開催される。開催年を経るごとに知名度が上がり、現在では 阿波踊りの本場である徳島県からも、集団参加が見られるなど、遠方からの参加者も多い。例年同日に行われる浅草サンバカーニバルと共に、東京の代表的な夏祭りの一つとなっている。約1万人が踊り、東京の万華の風物詩として定着している。東京高円寺阿波踊りは、高円寺の商店街の青年部が、町おこしとして、 公園寺の氷川神社の霊体祭に合わせて始めたものである。当初は隣町の朝佐ヶ谷七夕祭りに対抗して夏のイベント用に阿波踊りに似た踊りで開始され、やがて都内在住の徳島県出身者から指導を受ける形で発展した。現在は地元商店街、町会が中心となって発足した NPO 法人東京公園寺は踊り、 新興協会が主催している。メディアを再生する東京公園寺ア波踊りビデオ、阿波踊りでは、踊りのグループを、レンと呼ぶが、公園寺ア波踊りの参加レンは2010年度で、約150連1万人の踊り手。有名レン、企業の社員やその家族で構成された、企業レン、学生による、学生レン、気の合う仲間が集まってできた村地などがある。 このうち企業連の参加数は、景気の動向に左右されやすい。徳島に次いだ規模を誇る。首都圏各地の阿波踊りの村地も参加し、都立河西、三鷹、小金井、北町といった公園寺近郊、南越谷、東林館、茂原などの村地も参加している。また、杉並区と交流がある都市を活動拠点とする村地も参加している。逆に、 公円寺屋は踊り連協会所属連が、鳥塚河三鷹、小金井、北町、南越谷、東林館、茂原などに、毎年数連招待参加している。下記の所属連の中には、本場徳島の村寺と姉妹連などで提携している。ところや、本場徳島の村寺が、関東地方に支部を設けているケースもあるため、その姉妹連に、本場徳島の踊り手が加わって参加することがある。 青い新蓮、アスカ蓮、イロハ蓮、江戸浮蓮、江戸歌舞伎蓮、江戸っ子蓮、菊水蓮、古町蓮、小六、忍蓮、写楽蓮、心差し止めはれ、新尺蓮、天狗蓮、天章蓮、東京新能記蓮、東京天水蓮、東州祭、伸びゆく村寺、花菱蓮、花道蓮、久子蓮、ひょっとこ蓮、弁慶蓮、舞町蓮、美容蓮、若駒蓮、は、 楽蓮公園寺駅、新公園寺駅を周回するように八つの演舞場が設けられている。中央演舞場、東演舞場、順場演舞場、パル演舞場、東園演舞場、南演舞場、ルック第一演舞場、ルック第二演舞場がある。ただし、触れ踊りは商店街のみで実施するため、順場、パルルックの各商店街でのみ行われる。セシオン杉並、ザ、 公園寺にて行われる。舞台踊りは、流し踊りが行われる前に行われる。入場は、セシオン杉並は原則前日までに、チケットガイドなどでの予約が必要で、ザ・公園寺は当日発売。両駅から各演舞場までと保険である。路線バスについても、公園寺周辺路線を多く持つ関東バスや、赤羽駅方面へのバスを運行している、国際工業バスが、 臨時便を出して対応している。なお、阿波踊り期間中は交通規制となる関係で、五日市街道を営業所に向かう、四43は、関7通り経由の迂回運行となり、英福町に向かう、四45は運休して、新礼二として新公園寺駅発着になるため注意。東京の番華の風物詩である祭りではあるが、いくつかの問題点が指摘されている。ありがとうございます。